どうもどうも、チップです。今回はトイックリスニング対策について紹介します。私は、独力でトイックリスニングのスコアを335点から460点までアップさせることができました。で、私が使ってた戦略を、今回は紹介したいと思います。で、今回紹介する内容が本当に基本的な、まずこれはやっておいてっていう戦略を紹介します。で、その戦略っていうのが説明アナウンス徹底無視っていう戦略です。で、この戦略の目的は時間稼ぎです。で、なんで時間稼ぎが大事かっていうと、トイックのリスニングって、45分なんですけども、その45分の時間を、いかに有効に使えるか、その問題を解くまでにいかに準備できるかみたいなところがすごいスコアに、影響してきますと。で、あとはアナウンスの内容って毎回同じなんですね。なので1回受けたことがある人ももちろんだし、初めて受けるっていう方も公式のトイックのサイトを見ていただけると、どういった内容がアナウンスが流れるかっていうのが、そこに書いてあるので、事前にそこに目を通しておけば、このアナウンスを聞く必要がなくて、時間稼ぎができるっていうことなんです。じゃあその稼いだ時間をどうやって、どういう準備をしたらスコアが伸びるのっていうのは、また今後動画で説明していくので、よかったらそちらもまた見てください。で、本当にこのアナウンスの時間をぼーっと聞いて終わりみたいな、それだけに使うのはもう本当にもったいないんで、やめてください。で、トイックのリスニングって、みんな同じ問題数でも同じ時間で解くっていう、スタート地点はみんな同じなんですけども、どれだけスタートダッシュが切れるかっていうのがすごい重要になってきますと。例えるならば、マリカで、最初スタート地点でみんな並んでる時に、こうブブブブブってなってて、このアクセルボタンをちょっと早く押せるかどうかみたいな、それでスタートダッシュって変わってくると思うんですけど、そういうイメージです。この情報もいらなかったかもしれないですけど、では早速ですね、戦略の効果について説明します。で、じゃあアナウンス無視したらどれぐらい時間稼げるのっていうところなんですけども、アナウンス試験中5回流れます。で、それぞれの尺なんですけども、1回目の、全体説明のアナウンスが30秒、でパート1の説明が1分、パート2、パート3、パート4がそれぞれ30秒で、全部で、約3分約3分ですよ。45分中の約3分、これってみんな皆さん短いって感じますか、長いって感じますか。これってめちゃめちゃ貴重で大きいです。なので皆さん、ここでしっかり時間を稼いでほしいなって思います。で、次に、じゃあ説明アナウンスって一体どういう内容が流れるのっていうところなんですけども、ちょっと簡単に、アナウンスの内容を今回説明したいと思います。ではまず、一番最初の、全体説明のアナウンスについてなんですけども、ここではいろいろ英語が流れるんですけども、大事な内容としては、試験45分で、4つのパートに分かれてますと。で、問題冊子には何も記載しないでください。これだけ、覚えていれば、もう大丈夫です。なのでもうアナウンス聞く必要がないですよ。で、次パート1、ここではどういうことを言ってるかっていうと、問題冊子の写真に一番合っている文を、4つの文章の中から選んでください。その文章は問題冊子に書かれていないし、1回しか音声流れませんよっていうことを言ってます。
すごい単純なことですね。で次、パート2の前に流れるアナウンスでは、まあ、1つの質問に対して3つの応答文が流れるので、その中から1つ正しいものをマークしてくださいっていうだけです。で次、パート3、パート3では2人以上の会話を聞いて、それに対する3つの質問に答えてください。で、まあ、A から D の選択肢があるので1つ選んでね。で、会話の内容は演じされてないし1回きりしか流れませんよっていう、これだけです。で最後パート4、ここでは、まあ、1人の話し手による発話が流れますと。でそれを聞いて、まあ、3つの質問に答えてくださいと。でこれもパート3と同じで、A から D の4つの選択肢があるので一番当てはまるものを選んでくださいと。で会話の内容は演じされてません。で1回きりしか流れませんよっていう、はい、これだけです。はい、で今説明した内容を今頭の中に入れちゃったら本番で本当にアナウンス流れるけど全然聞く必要ないです。もうその時間ボーナスタイムなので、しっかり問題を解くための準備に当ててください。はい、で最後なんですけども、TOEIC のリスニングはもう本当この45分に、まあ、全てかかってますと。はい、なのでこの45分の時間をどれだけ有効に使えるかっていうのがスコアアップにすごい関わってくるので、皆さんその時間を有効活用してスコアアップ目指して頑張ってください。はい、はい、以上、今回は、TOEIC のスコアアップ対策についてでした。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。はい、以上チップでした。